3776は富士山のローカルアイドル。全身グループであるチームミーについてもこの項で述べる。AKB48 に感銘を受けた石田明が全国の市役所に北海道から順にご当地アイドルプロデューサーとして売り込みのメールを送信していった。ほとんどの役所からは返信がなかったが市政70周年事業我が町の AKB を構想していた。 藤宮市役所からデモテープ等の選考を経て、プロデューサーとして採用されることになった。藤宮市の市政へ70周年事業として、我が町の AKB オーディションが2012年4月29日に開催され、合格者24人がメンバーとなり結成された。プロデュース、楽曲の制作等は、石田が藤宮市役所から委託される形で行っていたが、資金が出たのは、 一曲目のやっぱり君は操作バッチリさのみであった。以降、八曲が石田により制作されてタイトルが不適切として市役所がお蔵入りとした幽霊商店街を除く7曲が披露された。地方公共団体の資本により結成された全国的にも非常に珍しいアイドルユニットであり、活動期間は1年間限定、一部の例外を除いて、 物販と遠征ができない制約が多いグループであった。活動期間中は、楽曲を評価されることもほとんどなく、ファンからは、もっと盛り上がれる、アイドルっぽい曲をやってほしいとの要望が、メンバーに寄せられていた。数人のメンバーからグループを続けたいという要望があり、石田が市役所の職員と話し合った結果、グループを受け継ぐ形で3776を結成。チーム、 ミーの解散直後から10人で活動を行っていたが、正式デビューの前に3人が脱退している。富士山が世界遺産に登録された2013年6月22日に、楽曲と衣装を3776オリジナルにして、三本まり、原聖奈、滝ゆか、も月玲奈、鈴木さくら、中原里奈、斉藤ひなつの7人で、正式デビュー。 富士宮市役所で行われたお披露目ライブで、私の世界遺産初披露されたが、大きな期間に認められようが認められなかろうが、その価値が変わるわけじゃないといったメッセージが込められた歌であった。中原里奈、滝由香、斉藤ひなつ、原聖奈が立て続けに脱退したため、2013年10月29日に3776シーズン1が終了。 11月2日にシーズン2として再始動。2013年11月2日、研修生チーム3770の井出千代野と斉藤ひなつが正式メンバーに昇格して3776、シーズン2が開始。直後の2013年11月9日に鈴木桜の脱退を発表したため、実質の活動メンバーは、身本まり、もちづきれいな、井出千代野、 斉藤ひなつの4人であった。楽曲は、チームミートシーズン1のものが引き継がれて、セソン2の新曲も順次披露されていった。2013年12月22日に3776発の CD、私の世界遺産がリリースされたが、メンバー脱退の前にレコーディングをしたものであり3776シーズン1としてのリリースであり、井出千代のは、ボーナストラックのみの参加であった。 ナンバカズミのアイドル36フサでオンエアコンピレーションアルバムガールズポップンパーティーアイドルパレードネオに収録されるなど県外での知名度も少しずつ上がっていった2014年6月22日心配の種と助曲がリリースされたが主要メンバーであったモ月玲奈レイナが脱退を発表したためシーズン2が終了した2014年6月のモ月玲奈。レイナ 斎藤日夏の卒業と、見本マリが近い将来卒業をすることを発表したため、いでちよのによるソロユニットとして、2014年8月23日に、シーズン3がスタートし新曲として、温暖出順山がある、時空ラブレターアフター大噴火の世界の君へ、AB の3曲が披露された。2015年2月に、マリが卒業するまでは、見本マリと、いでちよのと研修生。 スミ入れによるシーズン2と同時並行で活動していた。当初はメンバーを募集して研修生チーム3770が6人に達したらシーズン4を開始する予定であったがソロスタイルでできることをすべてやりきるまではシーズン3を継続することが公式でツイッター発表された。12月28日にシーズン3として初の CD ラブレターをリリース。翌日から 音楽配信サイトおとといで、ラブレターと廃盤であったチーム、ミー時代の楽曲の配信が開始。以降、インタビュー記事の掲載や、ワンマンライブが、おととい企画によって主催されるなど、協力関係が生まれた。2015年2月8日に、下北沢モナレコーズで行われたライブで、プロデューサーの石田明が、ギター、井出千代野が、ループマシンを使って、 即興演奏をする3776エクステンディットが初披露された。以降、ワンマンライブなど舞台の鳥を飾るなど3776の重要なスタイルとして定着していった。2016年6月15日に3776エクステンディット名義で初の音源となる僕だけのハッピーエンドがおとといからリリースされた。 2016年12月31日で花と食の元気広場の閉鎖されることが決定したため、月に1回しかライブで使わないのがもったいないとの考えから3776エクステンディットスタイルで地元の商店街のお店とコラボで即興演奏をする水曜元気広場が開始した。毎週水曜日の18時から YouTube でリアルタイムで配信が行われ、 毎回アーカイブが残されている。2015年4月26日の定期公演で春が来た、登らない理由があるとすれば、8号目にはまだ早い3.11が発表されてシーズン3.1がスタート。2015年5月2日に研修生グループ3770が解散となり未通としてデビュー。2015年7月11日に、 下北沢ベースメントバーでおととい企画のファーストワンマンライブ3776の避難計画とワンマンライブが行われた。同日にシングル3.11が発売された。2015年9月2日にタワーレコーズアマゾンでラブレターの取り扱いが開始したため公式の通販中野ロープウェイなど一部の店舗でしか取り扱いがなかった CD が 全国流通されることとなった。2015年10月28日にリリースされた3776を聞かない理由があるとすればでは評論家、ミュージシャンからの好意的な評価を受けた。2016年1月16日にワンマンライブ3776ライブに行かない理由があるとすればを開催された。2016年8月15日に ボント3776が一緒に来るよ。デイデによるソロアルバム、もうすぐ高校生活が発表されて、4曲入りの12インチアナログ EP が先行発売された。以後、3776名義と並行して、イデチオのソロ名義によるライブ、新曲発表が継続している。2016年8月15日に、ボント3776が一緒に来るよ。 で、シーズン4に向けて、新メンバーの募集が発表された。2016年12月25日に行われた、最後の、花と食の元気誌で2017年1月7日の、藤川楽座でのライブを持っていてが、受験勉強に専念するため活動を、休止。2017年5月3日に、富士宮市民文化会館で、オーディションの結果を受けたグループが、お披露目されるイベント、 3776復活ライブの開催、井出の受験終了後は5月3日までは井で千代のとして活動することを発表した。同日配布されたフライヤーにはグループとして復活する3776シーズン4かシーズン3がパワーアップして復活する3776シーズン3ネオのどちらかとなることが記述されていた。 2017年5月3日、富士宮市民文化会館で行われた3776復活ライブでは、同タイトルで歌詞と曲調の異なる楽曲を制作し、井出千代のバージョンと広瀬愛菜バージョンがそれぞれソロで披露された。ステージ終了後の井出の説明で、二人は物販を除いて同時に、ステージに立つことはないこと、3776はリンクアイドルとして活動していくこと、 5月6日に、藤川楽座で、公開実験が行われることが発表された。2018年4月8日をもって、広瀬愛奈が、リンクモードの山梨担当を退任により3776シーズン4は休止中となっている。広瀬脱退以降は3776シーズン、サンレオとして、井出千代のソロユニットとして活動が再開。井出千代の石田明花と職の元気広場、 毎月第4日曜に定期公演が行われていた。雨天中止。2016年12月31日をもって閉鎖となった。2016年6月15日から地元の商店街のお店と3776エクステンディットスタイルでコラボの即興演奏をする水曜元気広場が毎週水曜日に行われていた。2015年2月8日に 下北沢モナーレコーズのライブで初披露された。プロデューサーの石田明がギター、井出千代のがミキサーやループマシンなどを使って即興演奏をする。全国のアイドルとコラボレーションをする企画。第1弾として7マーメイドとの序曲集が一昨日より配信された。旅先で井手千代野を撮ったブロマイド。公式サイトで注文予約を入れてライブ会場で受け取る。 ラインオフィシャルブログで2016年2月18日に開始。インタビュー形式で、井出千代のが、毎回のライブの感想、反省などをコメントしている。ライブを撮影した画像はファンから提供されている。2016年2月18日に開始。自動返信機能で、井出千代のと会話をすることができる。登録された言葉以外を打ち込むと、と返信される。 2016年6月15日開始。毎週水曜18時から花と食の元気広場で開催。YouTube の3776公式チャンネルでライブストリーミング配信される。第1回は3776エクステンディットによる地元のお店とのコラボ即興曲が披露された。コラボレーション作品コンピレーションアルバムザとエスザウェイにゲストボーカルとして イデチオの石田明が参加。ありがとうございます。